この位置にミサオ、坂本が詰めて前を向く、ドリブルで突破していきますが、早いチェック、土井翔馬です。まだ中、ブルーノメネス前を向いている、シュートだ。エベラウドから土井、松田が行きます。一気に突破してきた、中に入り込んで折り返します。エベラウド、少しトラップを大きく、クロス、エベラウドのヘッド、中にはエベラウドと泉、エベラウドヘッド、清武プレスがあるんで、セレッソのペースになかなかこうなっていかないですね。そうですね、フリーになった泉だ、シュート、これは入りました。最後またねじ込んでいった、これもクロスからボールを奪って一気に縦パス入っちゃったタイミングでしたもんね。ドイツ選手から、井口選手ですね、最後原選手が詰めていましたよね。やはりこうセレッソのディフェンス陣が揃う前のプレスからのシュートまでっていうところ、犬飼が来ますが折り返した、シュートだ。今シーズンの星が加わっています。奪い取った犬飼がアドレスにいました。そしてファンガラーのワンタッチでエベラウドへのボール、セカンドボール、泉の左足だ、キム・ジン・ヒョン、最後エベラウドが仕留めました。またしてもショートカウンター、アバウトにエブラード選手入ったので、一つこぼれ球ですよね。泉選手狙いすましてのシュート、キム・ジン・ヒョン選手がこぼれたところをエブラード選手よく狙ってましたよね。しっかりと決め切りましたね。後半立ち上がり、かなりこう前から人数をかけてっていうところはね、前半同様、奥野からブルーノ・メンデス前を向いている、ホイッスルはなりません。上返しそうな、ね、ボールでしたけどもね、はい、引っ掛けた、ファンガラーの折り返す、ワンタッチで左に出す丸橋、中2枚、清滝と柿谷の共演、丸橋、いいディフェンスです。マテンより一度飛び込んでヘッドだ、沖野グッドセーブ、見応えのある攻防、少し清滝選手こう逃げてくる、ハイボール、木本がこぼれ球、デサバトを狙っています。ここで打ってきた、沖が飛びます、ここも最後泉選手、ファンガラーのも来ている、エベラウド、ドリブルから中に出す、泉のシュート、ファーサイドヘッドだ、